新しいカメラを使うのが待ちきれないよ。家族みんなで写真を撮って壁に飾ろう。写真を撮るならみんなをきれいにしなくちゃね。モーフル、ゾウさんに変身して。オッケー。それじゃあみんなにシャワーをするよ。綺麗になったね。ありがとう、モーフル。ドッ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 。どうしよう、歯がグラグラする。カメラだ。おじさん、僕あれ欲しい。何でもあげるよ、ウィンストン。盗みに行こう。さて、ボタンはどこかな。あ、パオン。どうしたの。大変、パパのカメラが盗まれちゃった。これじゃ家族写真を撮れないよ。取り返してくれよ。急いで、ウォーフル、レーシング会になって。え、もっと早く。はい、チーズ。違う。こう言って、ウィンストンは最高。よし、モーフル、気球に変身して。わー、わー。あ、私の歯取れたんだね。ありがとう、モーフル。それじゃあパパのカメラを取り戻そう。モーフル、クレーン車に変身して。イエーイ。おい、やった。僕の新しいカメラ、二人とも取り返してくれてありがとう。これで家族写真が撮れるね。でも歯が抜けちゃった。はあ、写真が台無しになっちゃうよ。何言ってるんだ。初めて歯が抜けたんだ。今日は記念日だよ。それにね、またすぐに新しい歯が生えてくるんだよ。本当？みんなで言おう、歯が抜けた。待って、メガネにハエが止まってる。すごく綺麗だね、ミラ、モーフル。ありがとう、パパ。おばさんたちも来られたらよかったのにね。ああ、家族みんなでクリスマスのごちそうを食べたかったんだけど、スポーキーも楽しみにしてたしね。モーフル、芽キャベツ好き。うん、美味しそう。しまった、芽キャベツを忘れてた。大丈夫、私たちが買ってくるよ。モーフル、レーシングカーになって。このタイヤだと雪を走れないんだ。モーフル、ソリになって。ウィー、ふぅ。
リルが困ってる。うん、こんにちは。ミラ、モーフル、ガレージに連れて行ってくれない？いいよ、モーフル、レッカー車に変身して。ごめんね、今日はもう閉店なんだ。その車は明日直すよ。ありがとう、ジョン。でもどうやって家に帰ろう？私たちが送るよ。助かるよ。パパ、お腹空いた。うちでクリスマスのごちそうを食べない？モーフル、大きなソリになって。ハッピーじゃありません。冬は誰もアイス食べないし、イタリアからママが来る予定だったけど雪で来られないんです。それじゃあうちで一緒にお祝いしない？わーい、いいんですか？ありがとう。みんなにアイス持っていきます。アイスクリーム。でもミラ、みんなの分の料理が足りないよ。任せて。待って、あのテーブルじゃみんな座りきれないよ。それならいい考えがあるよ、モーフル。除雪車に変身して。じゃじゃん、最高のクリスマスのごちそうを作ったでしょうわ。全員優勝だ。楽しいわよ。でもこの長い筆が折れちゃって上に届かないの。それなら任せて、モーフル。消防車になってお姉さんを持ち上げて。しまった、ペンキがないわ。ペンキを買ってこなきゃ。塗るのお手伝いしてもいい？じゃあここを塗ってくれる？でもこれは私の最高傑作だから絶対にはみ出さないようにね。わかった。この絵を見張っておいてくれる？もちろん。モーフル、絵筆に変身して。いけない、家に帰って魔法のペットたちにご飯をあげなきゃ。モーフル、レーシングカーになって。オーフル、ぬる。私の傑作だったのに。私たちじゃないよ。でも
も犯人を見つけて直すね。モーフル、虫眼鏡に変身して。モーフル、やっぱりあなたの仕業ね。うん、壁の絵をきれいにするよ。でもその前にオーフルを洗わなきゃ。どうすればお風呂に入れられるかな。モーフル、イルカになって。絵を見張ってなくてごめんなさい。犯人を連れてきたよ。今から絵をきれいにするね。一つ言っておくけど、あなたの絵は最高だわ。次の絵は一緒に描かない？自由に描くのってすっごく楽しい。これはアトモの分。それからアニミ、アクアリン。やつがなくなっちゃった。魔法でおやつを増やしたんだね。ミラ、モーフル、チームに入らない？イエーイ！うん、チームに入るよ。やったあ、うわあ！
オーフルを元に戻して。バイバイチームオーフル。オーフルが多すぎるの良くない。私たちのチームに入る。魔法のペットチーム。大勢の方が楽しいね。イエーイ。コンテスト優勝間違いなしだね。だといいな。ブラッシングしてくれる？僕豚にご飯あげてくれ。いいよ。泥遊びが大好きなんだけど、させないでね。コンテストに出るには綺麗じゃないと。あ、待って、あぎゃ。ペティスバーグふわふわ羊コンテストにようこそ。いいぞ。連れ戻す方法を思いついた。モーフル、スーパーヒーロースーツになって。オーフルもスーパーヒーロー、スーパーフェリペのスーツになって。スーパーヒーロー。羊を探しに行こう。どうやって飛ぶの？何するんだ。大きい音が嫌いなの。コンテストの優勝者は、優勝者はベロソー。ありゃモーフル、お猿さんになってボールを取って。ミーラー、今行く。パパ、オーフルもミラみたいにモーフルと遊びたい。街に遊びに行く。あ、
このクッキーをジェラルドに届けてくれない？アイスサンドに使うの。割らないようにね。オッケー、モーフル変身。ゾウさん、クッキー、ふう、モーフル変身。ティラノサウルス。あ、ごめん。あ、ティラノサウルス、まったくけしからん。止まれ、ミラ・モーフル。モーフル変身、ロケット。おばさんの焼きたてクッキー、私のアイスサンドにぴったりです。ミラ、モフル、どういうこと？ミラ、そこにいたのか。ミラ、町で騒ぎを起こした罪で逮捕する。何かの間違いですよ、フリーズさん。ミラはずっと僕と一緒でした。見て、ミラ、ミラ。どっちのミラを逮捕すればいいんだ。もういいよ。オーフル、どうして私のフリをしたの？オーフル、ミラになってモーフルと遊びたかったけど、ミラ、難しい。ああ、オーフル。新作のクッキークランブルアイスはいかが？ミラ、モーフル、パパのメガネを見なかったかい？うん、パパ、ここにあるよ。うわ。リンゴがボールになっちゃった。このかわいい子は誰？会ったことなかったね。プレイジーだよ。魔法のペット。プレイジーは魔法でどんなものでもおもちゃにできるんだ。なんでここにいるんだろう。魔法のペットショップにサンタさんが来た時に紹介したんだよ。サンタさんたちのおもちゃ作りを手伝えるからね。サンタさんの家に送ろう。晩ご飯までには帰ってくるね。イエーイ、サンタさん。おお、クレイジー。 あの魔法のペット、おもちゃを作れるんだ。僕あれ欲しい。いい作戦があるぞ。モーフル、レーシングカーになって。北極に出発。雪走れない。雪の上を走れるものじゃないとダメだね。モーフル、ソリに変身して。ロケットエンジンをつけて。
さあ、おもちゃを作ろう。モーフル、除雪車になって雪を掘って出てきて。さあ、悪者たちからプレイジーを取り返そう。プレイジー、心配したんだよ。あちこち探し回ってたんだ。魔法のペットショップにいたんだよ。全部おもちゃに変えてたの。おやおや、プレイジー、ミラが帰る前に全部元に戻しておくれ。ほっほっほ、この子を連れてきてくれてありがとう。どういたしまして、サンタさん。ほうほうほう、レーシングカーになって。ねえ見て、これ私のレーシングカー。ふん、僕だって持ってるよ。どこどこ？ここここ。ブンブン。これが私のレーシングカー。イエーイ、モーフル、私たち一番だよ。待って、木が道を塞いでる。モーフル、カンガルーになーれ。僕の車だってジャンプできるよ。それは無理。車はジャンプなんかできないもん。僕のはできる。だってこれはね、ロボットだもん。わあ、私のはユニコーンの羽が生えるの。気をつけて、溶岩だ。モーフル、今度はロケットになって。僕のロボットカーにはスーパーロケットがついてるんだ。私のユニコーンカーには魔法の角があるの。魔法のゲートを作るよ。これにはついてこられるかな。このロケットはすっごくすっごく速いよ。あれ、サラとトロイがいない。引き返そう、モーフル。いたいた。どうしてついてこないの？だってモーフル早すぎるんだもん。わかった。二人も一緒にモーフルロケットに乗ればいいんだよ。ほら乗って。モーフル、トラックになって。大きいの。ここにある車を全部次の現場に運んでほしいんだ。さあ、次の現場に行こう、モーフル。
まったくけしからん。着いたよ、新しい建設現場だ。あのトラック先に来てる。あのトラックだけは運ばなくていいんだ、自分で来られるんだよ。ゾーン博士が作ってくれたロボットダンプカーなんだ。前にもあったよね。ローレンスさん、あんたのトラックから車が落っこちて町が大変なことになってるんだぞ。本当だ、トラックが空っぽだ。どうしたらいいかな。モーフルがロボットダンプカーと一緒に車を探してくればいいんだよ。それはいいアイディアだ。モーフルもダンプカーになって。ねえ、競争しよう。車をたくさん見つけられた方の勝ち。よし、モーフル、頑張って探そう。1台目はロボットダンプカーが見つけたね。次は私たちが見つけよう。セメントが固まって動けないんだ。モーフル、ジャックハンマーになって。次に車を見つけた方の勝ち。あったよ、鉄球クレーン車。大変、悪者兄弟が乗り込んでる。やめてよ悪者兄弟、トロイの家なのに。俺たちはもう悪者兄弟じゃない。今の俺たちは壊し屋兄弟だ。見てろ、次はこの家を壊してやるぜ。ダメ、私たちの家。モーフル、ねえ、ロボットになって。これで終わりじゃないからな、覚えてろよ。お家を直すの私たちも手伝うよ。競争はおしまいにして力を合わせよう。
お家に行ってサラを乗せよう。おはよう、サラ。何してるの？おはよう、ミラ、モーフル。これからおじさんのところに行ってすっごくいいものを届けてあげるの。ああ、いいね。モーフル機関車に乗って連れてってあげる。やった！うん、乗せてって。今の聞いたか？すっごくいいものってやつをいただこうぜ。機関車をかけるぞ。大変、見て。モーフル、線路をぐるっと回転させて。ミラ、モーフル、サラ、いいところに来てくれたね。ペンギンたちをその素敵な汽車に乗せてくれないかな。友達のイルカのところに連れて行きたいんだ。いいよ、どうぞ後ろに乗って、ペンギンさん。いやあ、ミラ、モーフル、サラ、今から超巨大トラックレースを見に行くんだよ。じゃあ後ろに乗って、送ってあげるよ。いいの？ありがとう。早くおじさんにあれあげたいな。すっごくいいものなの。やったぞ、すっごくいいものはもらったぜ。おじさん。よう、サラ。お前らは署まで来てもらおう。ふん、まったくけしからん。僕は最強のスーパーヒーローだよ。この車だって簡単に持ち上げちゃうんだ。モーフル、手伝って。私もスーパーヒーローよ。空を飛べるの。ビューン、フッフー。誰か助けて。この子は遊びたいだけだ。噛んだりしない。私に犬を近づけないで。この人をほっといてあげて、おじさん。分かったよ。どうもありがとう、スーパーヒーロー。本当に助かったわ。名前を教えて。僕は。それは言えないの。
私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対秘密なんだよ。トロフィーを返せ。俺は高校で何の賞も取ったことないんだよ。なあ、でもこれがあれば俺もナンバーワンバレエダンサーってわけだ。わかったわかった、トロフィーは全部返すよ。いやいや、それは君らにあげよう。なになに、一番捕まった人、俺たちチャンピオンだな。やったぜ。皆さんご覧ください、トロフィーを取り戻してくれたヒーローたちです。一つお聞かせください、あなたのお名前は。それは言えないんです、私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対秘密。僕はトロイ。私はエイペリル。モーフル。もう見て、モーフル、イースターエッグだよ。わー、モーフルも乗る、モーフルも乗る。うん、モーフル、筆になって。恐竜の卵ならきっととっても大きいよ。恐竜？うん、いい考えだね。恐竜の卵を塗りに行こう。わあ！あ、トリケラトプス！卵もあるね。こんにちは、トリケラトプスさん。卵に色を塗ってもいい？できた！綺麗なイースターエッグになったよ。わあ！あれ？ああ、あなたも卵を塗ってほしいの？塗っていこう、モーフル。あー、恐竜さんにっこり。だね。バイバーイ。見て、モーフル、あれ？トリケラトプスじゃない。プテロダグティルスの赤ちゃんだ。間違えた。大丈夫。モーフルと私があなたの赤ちゃんを連れてくる。ああ。モーフル、ヘリコプターになって。見て、モーフル。ごめんね、プテロダクティルスさん、卵を間違えてた。あなたの赤ちゃんだよ。えへへ。おっと、あなたの赤ちゃんはこっちだよ。ところに連れてってあげよう。
うど時間だね。見て、私たちの時代に帰るよ。バイバーイ。おお、おかえり。イースターバニーからのプレゼントがあるよ。うわー、もっと卵塗れる？モフル。うるさいな、何の音だ。ああ、こんにちは、バンダーブースさん。ツリーハウスを作るの。私たちのクラブハウスにするんだ。クラブハウス？木の上に？バカバカしい。第一、ツリーハウスを作るのはすごく難しいんだ。君たちにできるもんか。私たちならきっとできると思うよ。見てて。ふん。それじゃあまずは全部の板をちょうどいい長さに切らないとね。ハサミじゃ木の板は切れないんじゃないかな。モーフル、ノコギリになって。次は板を組み立てよう。全然ダメだな、バーキー。釘を打ってくっつければいいんだよ。モーフル、次はハンマーになって。それのどこがツリーハウスなんだ。屋根すらないじゃないか。まあ、やるじゃないか。まあまあだ。それじゃあ木の上に乗せてツリーハウスにするよ。モフル、変身するのはクレーン。クレーン？あ、クレーン！クレーン、クレーン、クレーン！クレーン！やったおやおやおや、見てごらん、バーキー。本当に立派なツリーハウスだ。待った、合言葉を言って。モーフル知らない合言葉はね、モーフルだよ。モーフル、わー、イエーイイエーイ。なんて綺麗なツリーハウスなんだ。私も欲しいな。おいでモーフル、エイプリルとトロイを呼びに行こう。新しいクラブハウスでパーティーだよ。合言葉を言え。合言葉はモーフル。違う、それは君たちのクラブの合言葉だ。私のクラブの合言葉を知らないなら、まあ、入れてやらん。じゃあ、クラブハウスでのパーティーはやめる。芝生でピクニックするよ。あ、バーキー、私たちのクラブに入る？私も入れてくれないか。もちろんだよ、バンダーブースさん。ありがとう。じゃあこっちのクラブハウスでパーティーしよう。まったく、けしからん！
こいつにも洗脳光線を当てろ。さあついてこい。いいえ、さあ。モーフル、とびっきり大きなロボットになって。モーフル、ローレンスさんとジョーさんにもう街を壊させないで。いいか、モーフル、一緒に街を壊すんだ。オッケー、悪者さんたち。こりゃまずい、モーフルが悪になった。最高だ。この洗脳光線を浴びたやつはみんな俺たちの言うことを何でも聞くようになるんだ。どうしよう。パパ、悪者たちを追いかけなきゃ。モーフルが変にされちゃったの。でも言うことを聞かないモーフルをどうやって止めるんだ。よし、いよいよやるぞ、ヨルン。きっとうまくいくよ、シュタイン。ママ、お客さんが来てるよ。ママに話があるんだって。なんだい、ろくでなしの息子どもめ。あんたたちに困ってる暇はないんだよ。今度は一体何を企んでるんだい。ほら、言って。お宅の息子さんたちはこの町史上一番の悪党です。二人は根っからの悪者です。一体何を言ってるんだい。うちの子は本当の悪党なんかじゃなかった。なのに警官を連れてくるなんて。あんたたち思ってたよりもずっと悪い子だったんだね。でもママ、俺たちは最高の悪党だって言ってよ。そう言ってよ、俺たちを。もうやめて、悪者。やめないぞ。あの赤いやつがいなきゃお前はただの女の子だ。さあみんな捕まえて。はあ、なんでこの子の命令を聞いてるんだ。君も洗脳したの。無理やり言うことを聞かせたわけじゃないよ。正しいことだからみんな従うんだ。さて、町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。あんたたち逮捕されたのかい。うん、そう、俺たち逮捕されてばっかりなんだ。そうかい、あんたたち本物の悪党だったんだね。あんたたちを自慢に思うよ。聞いたか、シュタイン。ああ、聞こえたよ。やったな。町はすっかり元通りになったね。さあ二人とも、もう帰って寝よう。ダメパパ、私たちはまだ寝ない。人の言うことを聞くのは正しいと思った時だけでしょ。そうだね。でも小さい子はパパの言うことを聞くんだ。パパだけ？ママもだよ。それと学校の先生、それからおまわりさんに、おばあちゃんとおじいちゃん、あとそれからね。おはよう、おまわりさん。こんな朝早くにどうしたの。待ちきれなくて迎えに来たんだ。行こう。ミラどこ連れてくの。ミラを案内するんだよ、刑務所に。
おもちゃの切符じゃん。はあ、ここにはあんまり長い時間いたくないな。おまわりさん、もっと手伝う。シキシ、どっか行け。うちの庭に入るな。ここで何してるんだ、モーフル。何をする。鳥にすっごく意地悪した。モーフルパトカー逮捕する。君には逮捕なんかできないぞ、モーフル。できる。何？こいつは面白い。え、嘘。あ、いっぱいポイ捨て。お、いいぞ。あれ、俺のタイヤどこ行ったんだ。ポイ捨てなんかしてないぞ。うお、おじいさん、芝生で寝ない。公園の芝生で寝ちゃいけないのか。なんでそんなことを。モーグルの違反切符。わしにこんなものをよこすとは、まったく最近の子は。最高だ、楽しい。楽しかった。最後に一つ約束だ。刑務所には入らない。あれ、モーフル。ミラ、逮捕終わった。逮捕されてたわけじゃないよ。このおまわりさんはね、刑務所の中を案内してくれたの。あー、モーフル、ミラ助けたくてバンダーブーストを逮捕した。なに、まったく、君は警官じゃないから逮捕しちゃダメだ、モーフル。このあたい友達のおかげでとっても楽しかったよ。